田中が前に上がって、ここはペーサー対比先頭に変わった2番の田中、残り600の鐘。2番手に入ったのが7番の奥井です。3番手が並走になって4番の東口、1番の飯田と並んでいます。2番手からすかさず仕掛ける7番の奥井。奥井が今日も2番手以降離しに行った。残りが1周、奥井の仕掛け、誰かついていけるのか。さあ2番手少し離れながらも1番の飯田が追っていこうというところですが、内側2番の田中も頑張っている。しかし奥井は2番手以降を今日も離していく。2番手には1番の飯田が上がった。3番手に下がった2番田中、その後ろに4番東口、前に踏んでいこうというところ。4コーナーから直線、今日もセーフティーリード、独走撃だ。7番の奥井ゴールイン、2着4番の東口。